ピースのおかげでは90と99で最低の今日はマクショットのピースがなんと6600乗りました。やばすぎるマジで。こちらのクラン、GoTo8100、これ読み上げますと、はい、こちらメンタル勝利することを目的とすると、また8000では8100にすることで、ここと8000は行ったことは8100目指すのだけメンタル的アウトバンテージを得ることができる。さあこのクランで6600到達しました。これから6700目指していきます。もうあとほんと時間ないんでね。いやマジで生きて行きましっすよ。あ、使ってるデッキこちらです。これね、このデッキ使うとね、おっきゅうかさん、そんなデッキさ、そんなイノワレージの展開って楽しいんですかとか言われるかもしんないんだけど、今ね、クラッシュロワイヤルっていうゲーム名じゃないんですよ。もうほんとエリババッシュロワイヤルなんで、きついです。エリババを持ってエリバを制さないと、きついってことで、このデッキ使ってます。はい。いつかギオスパとかでね、展開いける日が来てくれたらいいなとか思うんですけども、頑張りましょう。てか、バランス調整のタイミング、やばいよね。まあまあ、それ置いといて、いきます。いきますね。6600。発動！いやー、これはね、グッドゲームじゃありません。残念ながら。バッドゲームです、これは。勝てない試合には絶対に勝てないから。勝てる試合の時に生きらないっていうね、そういったコンセプトで、いきます。参ります、ポン。これ2試合連続で、なんか例えば、ライドラとか入ってるデッキとかコカツが来ると本当にね辛くなるメンタルが。よろしく。さあ頑張ります。そうね、文句言ってるやつ絶対に展開いけないから。そんな、そのそうそうそう、その環境に文句言ってる人はね、そのいけない展開に、その与えられた状況下でやっぱりそのやっていく必要があるから。まあエリババシュロワイヤルとか言ってますけどね僕ね。OK。 これね、ちょっと暇っすね。めちゃくちゃ暇っすね、これ。俺、生きりました、これ。正直言うと、生きりましたね。うん。まあまあまあ。今のは生きりじゃない。よかった。ワンチャンやりこぶ来てなかったら、スパーキ一発入ってたっていう状況だったんで、ね。まあ、インテンションに飛び乗ってくるからな。あれ、頭おかしくなります。スパーキッチも、いや、ディガーに合わせた方がよかったな。逆サイにディガーとなんか来たらだるいから、ここで迫撃真ん中どうせペコってきて、でマスケットその裏にこうね、こう校長ね、親の後ろに隠れるね感じで くられるから絶対。でローリングウッドある。でここ一回もうレイジかけといて、もうあえて惑わして、ここはヒースピッ。いや、間に合わん。いやー、これね、ちょっと生きった。まあ、ただ、この生きりはまだ修正できる。まだ修正できる生きり。その小学生のうちに不良になってもまだ挽回できる、そういった感じ。オッケーオッケー。まだ参る。迫撃を出してほしいな、始まり。これ欲しい。スタンプで美味しいっていうスタンプ作りましょう。それもう完全にみんな美味しいを押すような。で、またツイッターがこう、もうそれでなんか変に盛り上がるっていうね。はい、あるある。これさ、自分さ、相手そんな充実してないからさ、ここで一回ぶっぱしてみて。おー、マイグネス、うまい。オッケー。ただローリングウッドのあれで、結構痛かった。マジか、ちょっと良くねえな。あんま良くねえな、この攻めは。それ美味しいな、それ逆に美味しい。オッケー。いやー、マジか。一発入っていく。オッケー。うわー、くっそ。そのさ、段階別に出んのやめようぜ。この300が地味に遠いんすよね。で、焦ると、ここで生きると負けるんで、マジで。これ延命してくるかな、相手。さすがに無理か。やべ。あ、これ切ったら。オッケー。ファイブクルーが知らん。これ生きるっしょ。オッケー。お
わ、行ったわ、やば。エリシロワイヤル。さあ、6607。ああ、まだ最多じゃありませんね。まあまあ、落ちちゃったんで。こっから行きましっそよ。あちゃっ、さあ行きます。やっぱりね、カンフーですよ、結局は。カンフーに落ち着くんよ、人は。よろしく。よっしゃ。いい手札、いい手札。さあ、まずは、ねえ、なんかすげえ、相性いいのめっちゃ来る。でも、相性いいかはまだわかんないですけど。まあ、ディガーはいい。ファイボリアン瀬戸？君はファイボリアン瀬戸？ファイボリアン瀬戸？え、こんなん無視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 、こんなん無視。100% 無視。で、ここで、回復させて行き。で、ここでコウモリでしょ？コウモリがやりごぶでしょ？撃っちゃう。はい、生きり。すげえ、高回転。撃つ、あ、撃たん。やべ、生きったわ。本当に生きっちゃダメなんですよ、マジで。本当に俺、生きり癖がすごい。鬼生きるやんっていうね、こいつね。こいつ、鬼生きるやんっていうね。この500が遠いんだよな。近いようで遠いんだよな、遠いんだよ。遠いんだよ、遠いんだよ、ベイベー。OK、このエリバブちょっと、ま、相手めんどさくね。まあ、ナイト、ナイト。でもナイト結構そう、ナイト粉砕、ナイト粉砕するでしょ。エリババの一発ほぼロケット一発です、はい。マジでやばいだろ。笑った、笑った、草を禁じえない。これいっちゃいます、これ。これダメだな、これ逆再、え？え？え？どうした？ありがとうございます。いただきます。で、待って、でも相手、どういうこと？どういう心境？いや、どういう心境？どういう心境？え、どういう心境？こうワンチャンにかけるみたいな、そういうこと？え、これどういう心境？あれだす。なんかわかんないけど、あざす。あざす！あざす！なんかあざす！やばい！やばい！めっちゃ勝てる！動画ありがとうございます！動画回すと勝てます。いや、なんかやっぱりね、動画回すと、やっぱりその女の子、ドッジボールやってる時にその女の子が見てたら、ちょっと球速くなるでしょ。そういう感じになるのよ。なんと6640！やばない？今ね、あっちにね、いるんすよ。ステージ0優勝したね。本名言っていいの？ダメっす。やばない？やばい。6640って。あと12回勝ったらいけるでしょ。22時間しかないからね。あちょっ！でもここで焦っちゃいけない。勝った！よろしく。はい、勝った！だ、相性いい人が来れば俺絶対勝てんすよ。さあ、当たり前か。で、5月とかで負けてマジでそのメンタルが折れられなければ勝つっていう、そういうことだよね。うわぁ、手札きつい、これは。これ手札きついな。ちょっと、ロイジャイ的な？これロイジャイ的なやからじゃない？一回これスルーして。ロイジャイじゃねえか。スケラだった。やめてくれ、フリーズとかやめてくれ。でもなんかいい。なんか、あ、全然いい。全然いい。全然いい。全然美味しい。全然美味しい。出る手札いないから、で、このエリバは絶対相手守んないといけないから、このエリバに対して絶対なんか、絶対ユニット当ててきます。で、相手大型呪文ない。当ててきたユニットをスパーキーで倒して、グッパーみたいな、そういうことだよね。で、なるべくこれヒースピギですね。ここ。あ。いや、意味ねー。いや、意味ねー。いやー、これ生き量卓ですよ、これが。またの名を。またの名を生き量卓。スケラなんで、スパーキーが巻き込まれない位置から出していきたい。そういった所存。で、エリバービーが結構強い。さすがやっぱ、はい、ゲームタイトルまで。ゲームタイトルなだけありますね、やっぱり、ね。エリッシュロワイヤルということで。さあ、まあ、これぐらいにしておいて。いやー、これスケラ来るよな。普通に賢者はここでね、スケラを出すってね、決まってるんですよ。ふん、
ちょっと痛い。いやー、これ痛いなー。でも残り1分ここで通過してくるのはでかい。ここで、ギリギリで当てていく。ギリギリ死んだ。いや、オッケーオッケー。残り40秒か。で、ここで生きると死ぬ。生きったら負ける。だけど防衛しすぎもダメだから、その中途半端な感じでいくってのが大事。その何その感じ。これ陸受けさ、タルバオしかなくね。あ、終わった。はい、生きった。あ、生きったわ、マジで。うわ、ほんと生きったわ。いや、これはね、相性が悪いで、言い聞かせます、自分に。え、でも、いや、おん。何や、その顔。何や、それ。何や、何や、飲んでくる。じゃあ、行くぜ。じゃあ、行くぜ。こっから、6、7。ガッツンいっちゃいます。ガッツンいっちゃいます。そうそう。相性悪い敵に当たって、へこたれない精神ね。よろしく。いってらっしゃい。よし、行こうぜ。なんか、髪の毛みたいなのすげえ落ちてる。キョスケ？勝率 24%、 使用率 1% のキョスケ？ API 情報。でもね、キョスケ、俺なんかキョスケ苦手なんだよね。勝手に俺苦手意識持ってんなんすか、それやばない？完璧。いやー、待って、そうするとエレキとザップは取っときたい。いや、俺前、さっきこれで負けたからな、クロン。暇メガゴします。いや、あんま良くねえな、暇メガゴ。グッドゲームめっちゃやってる。俺もグッドゲーム送っとこう。これ、橋も一回行っとくか。ちょ、メガゴ？まあまあまあ、悪くない。メガゴ、まあ悪くないな。悪くない。本当に悪くないな。なんだろう、すげえいい。すげえ俺積んでるじゃん。悪気ね。ちょっと一回これクローンかましといて。クローンじゃない。いや、来るじゃん、クローン。入ってんな。おっぱっぴー入ったな。これは。でもこれちょっと結構入るっしょ、これ。これ結構入るよ。ドゥーン。もう一回。で、もう一丁行こう。おー、ああ。あっ。ガツくな。俺、このね、このゴブリンスタンプね、マジでね、マジでムカつくんだよね。俺だけ？ゴブリンスタンプ、なんもない時に歌えてもムカつくんだよね。この顔が。いやー、これクローン防衛してくるな、多分。これはね、そんな、あのね、ムカつかないですよ、この顔は。オッケー、オッケー。レイジいっちゃいな、ユウいっちゃいな、撃つ、オッケー。やべ、レイジがマジで、バグってる。オッケー、オッケー、これ止めて、クローン来る。オッケー。神で草。いや、結構持ってかれんな、言うても。オッケー、オッケー。センキュー。これ最低いったんじゃない？あれ、一回負けてるか。一回負けてる。コケコッコすんな。6644。シーズン最多。67生きて。ちょ、待って、今行ったら負けんな。はい、行きます。よろしく、オベーション。行きます、マジで行きます、こっから。よろしく。もう焦、生きんな。生きったら負ける。生きったら負ける、マジで。生きったら負けるから、オッケー。うわぁ、こやこやじゃん。いや、俺これね、こんな気めっちゃ苦手なんですよね、最近。なんか、最近めっちゃ言うんですよ、なんか僕の状態。うわ、インドーリー？これせめても負けるだけなんで。
コーヒーメーカーがうなっていく。コーヒーメーカーも頑張れって言ってくれてるな、これは。あ、これザップいらんかったな。まあまあまあ、悪くない悪くない。まあまあ、相手インドラがあるっていうのが分かっただけで、アド。はい。インドラを、いや、てか全然あれじゃん。あれじゃん。あれだったら違ったわ。うわ、めっちゃこの人オーブンやん。オッケーオッケーオッケー。いや、最後のね、出し切る系ね、この人ね。いや、俺これちょっと一回待つわ。いやー、待ってもきついな。要はインドラこいつは、このおっさんを当てないといけないから。そうですよね。このおっさんをどうするか。このおっさんをいい感じに当てなくちゃいけないから。でもエリクサー結構あるな。ここノックバックしてくれてるのがすげえありがてえ。で、ここで、おっさんを当てていく。オッケー、素晴らしき展開。そしてここでおそらくローリングウッドとかなんか、ファイブか。オッケーオッケー。これきついか。いや、生きろ、生きた、うお、やべえ、神。オッケー、終始します。オッケーオッケーオッケー、よし。オッケー、オッケー、終始します。オッケー、6、7が見えてきたぞ、マジで。サロ、いいじゃん、来た。甘んじゅうな。で、ロイジャイは結構ガンガンスパーキー出してっていいんですよ。なるべく形作れるんで。まあ、減ります。さあ、5人見てる。相手、諦めて、よ、オッケー、4アド、オッケー、行きます。おい、集中してけ。集中してけ。スリクラワンチャン持ってかれないように注意したけど。で、インドラない。うわ、マジか、それはやばい。で、でもここで、ファイブある。ここ。ふ、ここ。オッケーオッケー。いや、撃つでしょ、こいつ。オッケー、センキュー。よっしゃー、やべ、いや、注意します。オッケー、センキュー。やべえ、神ってる、神ってる。ちょっと待って。オッケー。6な、まだ行ってないよ、まだ行ってない。すげえ。まだ行ってないけど、こっからっすね。ちょっと待って。はい、来ました。6674。やべえって。どうしよう。みんなどうする、みんなどうする。次勝ったら、26でしょ、次勝ったら絶対行くやん。6-7、昇格戦。いや、待って、ちょっと一回気持ちを落ち着かせろ。マジで、なんかその、今ノリで行くと、その、なんかノリで出しちゃうから、スパーキーとかを。ちょっとインターバル置いてポン。あれ？仕上げました。勝った！絶対に勝った！いやー、この手札きついなー。一回様子見て、ザップとかで回してきます。いやー、ここ来んの？初手で。ラバじゃね？ラバか？ランダ？マジ来ないでほしい。バルーン可能性あるから。オッケー、全然欲しい。ここザップ回します。オッケー。で、エルボーリージャーあるんで、ラバ来たら、もう逆サイ。ちょっと待って、相性が多分神。ガチ集中します。あ、ちげえな、ちょっとやだな、これ。こいつやっすね、若干こいつやだ。これ粉砕してほしい、なるべく粉砕してほしい。粉砕し、さすがエリッシュロワイヤル。もうエリッシュロワイヤルももう、ほんとタイトルに恥じない。いや、逆になんか入ってんな。逆になんか入ってんだよな。あと、エリバもおそらく入ってるんで、ここなるべくいきます。呪文なんだ。いやー、これ切ったわ。あー、終わった。いや、ここで相手何もつけてこない。ここは一旦スルーして、これトン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 。だからやばいのがプリンス差し込みとエリキ差し込みなんで、形作ってぶっ破すね、これ。鬼の形作ってぶっぱゲーミング所属でいきます。
で、これ完全に待ちます。これ待ちます。これ待ちます。エリポンとかワンチャンないのかな、知らんけど。オッケー、ここはスパでいきます。よし、残り1分入るんで、これで片付きます。これで命かける。ここに命かければワンチャンいける。うわ、逆サイ来たな。なるほどね。ちょっと待って、いや、遅れてんな。間に合う。うますぎてさ。いや、ちょっと待って、すいません。うわー、まずいな、これ。だいぶまずいぞ。まあ、逆に、まあ、ポジティブに考えると、右を守れば勝てるっていう、そういう戦法ですけど。マジか、うめえ。それはうめえ。やべ、それうまい。ふん。まあまあ、いや、これ相性良かったぞ。普通に負けた。いや、31持ってくれた。まあまあ、関係ない。ちょっとイキリが発生しましたね。もう、次負けたらもう終わりにする、マジで。次負けたらマジ終わり。よろしく。いける。一回ちょっとマジで頭冷ました方がいいな。オッケー。まずはこの手札。まずはちょっと枯渇じゃん。ちょっと枯渇はまずいぞ。枯渇マジでやばい。マジで勝てないから。絶対に勝てないから、枯渇。はい、終わった。これ枯渇はもうマジで、これ生き抜きしないとダメですね。ここもね、ちょっと一回回しちゃいますから、回しちゃって。こうするとね、リクサー相手ちょっと使うし。こいつを。マジ、枯渇はマジこれ生き抜き。枯渇は、ここで休憩する。休憩するためにある、マジで。マジで。さすがにね。枯渇はほんと休憩っす。まあ、負けるたーって思いながら、ダラダラするっていう時間なんで、枯渇は。マジで。オッケー。で、入ってバレルちゃんが、ヘイ、ここ!あ。もう、いや、なんで、休憩とはいえどもですね、っていうのは。ここ一回行ってみましょう、もう。で、ここでハム呼んでいって、もうここで呼んでいって、ワンチャンあるぞ!いやー、生きた。はい、このヒースピー切り。ちょっと考えて行動しましょう。いや、これいける、これいける、これいける、マジか!ちょっと待ってくれ!俺、リラックスした枯渇相手は、読みを無駄に決めてった方がいいわ。もうなんか、はい、ここ来るでしょって。で、外れてもどうせ負けるし、当たんなくても負けるから。だけど、だからそう、ワンチャンそのかけるといいね。ここで調子乗って負けるからな。わー、素晴らしい!完璧だろ、マジで。バレるか。おお、エリバー固まるね。いいね。よくはねえな。まあいいや。うおー、マジか。それはね、結構いい。お、やばい。そのね、プリンちゃんたちがマジでね、結構厄介呼ぶ厄介なんですよね。いやー、結構持ってかれてんな。まずいな。これ、端前とか来るし、ロケットだとおそらく来るな。いや、今、駆け引きポイントだったら今。あー、終わった!オッケーオッケー。まあ、結果的にいいけど。おそらくここロケット使わん、いや、あ、生きた。やべ、生きた。いけっちゃダメ、いけっちゃダメ。いや、でもロケット無理でしょ?端前無理でしょ?オッケー!危ねえ!俺、マジで危ないから。マジでダメ。皆さん、よ、オッケー。まさかのいけました。6676。あきまの数字。もうこれでもう負けたらもう無理っすわ。一回いかない。ただちょっと一回イメトレするわ。ガチでイメトレしたら俺展開行くときはマジで想像するんですよ、一回。こうやってやって、勝ち、シャーってなって、こうみんなで握手して。いやー、痛っつって、その動画を見て、YouTube でアップして。そしたら、翔さんにうわーってなって。っていうところ想像するとマジで勝てるから。いきます。へい!シャイコ
よろしく。しゃ行くぜ。しゃ行くぜ。そう、マジで、その、視聴者さんから、おめでとうございますってめっちゃ言われるとこ想像すると、マジウキウキワクワクが止まらん。だから、頑張れる。これマジで。OK。OK。なるほど。エリバボリージュあるんで、で、次スパーキーなんで、まあ、一旦はこれもステイしますわ。一旦ね。ただ、ステイしまくりワンチャン危ないんで、ステイしまくり先生は良くないんで。なんで、一回これステイホームして、相手が何か、まあ、お茶を濁すエレキ。って感じかな。で、相手なんかもうゴレとかラバとか来たら、とりあえず絶対逆サイドぶっぱ。逆サイドぶっぱ。一回スパーキーの音鳴らしといて、相手ビビらして、一回やっぱビビらすことで相手のその集中力をね、一回こう、削ぐことができる。で、そのスタンプ、そのスパーキースタンプのチーンって鳴るタイミングで必ずその、他のスタンプとかを押すことで、え、今スパーキーの音しなかったっていう、そういった作戦。これめちゃくちゃいい手札っすね、この手札マジで。近年稀に見るいい手札。ただ後ろからなんかビビドラとかだとちょっとだるいな。まあエリキあるとしてもちょっとめんどくさい。さあ行きましっすよ。6-7。で、焦っちゃいけない。6-7とか考えちゃいけないんですよ。こういう時。OK。ゴレ来たら、ゴレラバ来たら逆サイブッパー。なんか来たらエリキ。さあ来い。さあ行きますよ。さあ行きますよ。さあ、もうスタンプ押しません。もうスタンプ押しません。さあ行きます。さあ、来い。なるほどね。来ないと。タルババってことは、まあスケラとか、うわ、いや待てよ、あいつもあんのか。エレジャイも、ただエレジャイは逆に良いぞ。エレキないっしょ、エレキないっしょ。タルババ、寝ること、栄養を取ること、ちゃんとカフェイン取って脳を覚醒させること、その3つをねちゃんとやってシーズン終盤間に合わせたいと思います。いやー、ガチできた、ガチで展開いきたい。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してぜひとも次回も見てくれたら嬉しいなと思います。それではご視聴